目の輝きがなくなった。あーあー、びっくりした。はい、どうも皆さん、こんにちは。ボルボックスでございます。さあ、今回もこちら夢みどりの続きをやっていきましょう。はい、おそらくこの選択肢が、トゥルーエンドとバッドエンドを分けると思いますね。前回黒峰くんから襲われたんですが、うん、無事に逃げ戻ってきて現在の選択肢に至ります。包帯を巻き直すか、うん、黒峰くんに負わされた傷を一回確かめるか、それとも見ずに痛み止めを飲むか。おそらくですが、この包帯を巻き直すこの選択肢、あえて傷口を見るとね、何かいい方向に物語が好転する、うん、きっかけが生まれるのかなと個人的に考えております。例えば青木さんかと連絡を取り合ったりするイベントが起こる可能性が高いのは、どう考えてもこの包帯を巻き直すだと思ったんですよね。うん、痛み止めを飲むとなんかそのままね、そのまま終わってしまうような気がしたんで、展開を期待するのならこっちかなと思いましたので、包帯を巻き直してみましょう。頼むよ。肩に巻いた包帯を外していく。包帯の下にあるガーゼを剥がすと、さっきの出来事で傷口が、あ、やっぱりそうなんだね、掴まれたもんね、開いたらしく鮮やかな赤が滲んでいた。うん、さあどっちに転ぶかな。消毒液を含ませた、含ませた脱脂綿で傷口に触れると、針で刺したように鋭く痛んだ。うん、だいぶやっぱり傷深いようだね。そりゃそうだよね。食われると思ったもん。前回ね、思いっきり黒峰くんに肩噛まれてて、本当にあれは絶句したな。これで大丈夫かな。うん、なんとか処置を完了させてようやく一息をつく。ほとんどの処置を片手でやらなければならないせいで、思ったよりも時間がかかってしまった。じくじくとした痛みを無視して仰向けのまま携帯を取る。あ、いいね、携帯取りました。青木さんの存在に気づくかもしれませんね。うん、おそらくまだ黒峰くん外にいると思うんだよな。その状況ではもう夜も眠れないからね。うん、青木さん呼ぶと一番手っ取り早いんだけど、わかりやすい、現実逃避だと自重の笑みがこぼれた。本当はわかっている。いつかは黒峰と向き合わなくてはならない時が来る。うん、こうして逃げていたくても、きっと黒峰はそれを許さない。でも俺にどうしろと言うんだ。そもそも俺には黒峰があんな行動をとる理由がわからない。あ、やっぱりまだわかってないんだね。うん、嫉妬によるものだと。突然だったんだ。そうだね、何の前触れもなく、そうだと。本当に怖いね、あれね。うん、屋上から差し込むあの眼差し、おそらくあそこで黒峰くんの機嫌はだいぶ悪くなってしまったと思います。うんね、笠原くんと誠くんが一緒に昼食をとっているところを目撃してしまったんでしょう。だから黒峰くんは嫉妬してしまったということだと思うんですが、黒峰は豹変した。うん、くそ、ダメだ。どうしても思考が黒峰にたどり着いてしまう。考えたくないのに。うん、黒峰と付き合うようになってからずっとこうだ。気がつくと俺の頭の中には黒峰が入り込んできて、嫌なのにあいつのことばかり考えてしまう。これは複雑だよね。本当に愛し合っているという意味でね、ずっと頭から離れないんだったら最高なんだけどね。その展開欲しかったな。しかし今回残念ながら、うん、嫌いなだけに頭の中に黒峰くんが残ってしまってるんだよね。なんだろう、ふと昨日あった、あ、青木さんの顔が脳裏に浮かんだ。そうだ、あの人に相談してみようか。うん、青木さんは唯一黒峰くんを止められそうな人だからね。アドレス帳を開く。50音に並んだ名前の一番上に、目的の人物がいた。うん、これはいい方向に向かってるんじゃないかね。薬を飲んでたらひょっとしたら携帯を見なかった可能性があるので。
青木啓太の文字と11桁の数字を選択して発信ボタンを押す。出るかな。呼び出し音が途切れると少し、かすれた音声が聞こえてきた。もしもし、こちら人生相談窓口です。青木さんほっとするぜ、ね、このジョークも交えながら救世主が登場してくれました。うん、出てくれて本当に助かる。青木さんですよね。水沢です。昨日の公演のちょっと切れてない今はもうね、誠くんからすればそれどころではないとね、ギャグを受け泣かしておりますね。ツッコミなしかよ、スルースキル高えな。お、早速何かあったか。うん、はい。何度も突っかえながら青木さんに黒峰のことを、説明した。つい先ほどの出来事に加えて、昨日肩を噛まれたことも、あ、なるほどね、そういえば話してなかったね、一昨日手首を掴まれたこともボロボロやなんだ、肩を掴まれて、肩を噛まれて手首を掴まれかわいそうだな。それから俺と黒峰が付き合っていることも、うん、これはさすがの青木さんも驚いているかな。あのうん、ため息しか出てこないね。さっきから青木さんはずっと黙ったままだ。男同士で付き合っているなんて知って気持ち悪いと、気持ち悪いと思ったんだろうか。別れねえの、青木さん素晴らしいアドバイスの予感がするまだ別れねえのとしか言ってないんですが、おそらく何かね、適切なアドバイスをくれるはずです。だって青木さんだもん信じているよ。うん、分からねえの、確かにそうだよね。え、ここまでされておいてね。もともと好きでもなかったんだろ。おまけになんかやばい感じだし、俺なら速攻別れるね。うん、通常であればその考えに至るはずだよね。まあそうですけど、そんなにあっさり別れ話ができるなら、そもそも俺は黒峰と付き合うことにならなかったはずだ。やっぱり恐怖からのものなのかな。ね、はっきり黒峰くんに本心を伝えることができないのは。痛い目に遭わされるのが怖いってんなら、もうとっくに痛い目見てんだろ。どうせ痛いならさっさと別れた方がマシじゃね。うん、確かにそうだよねもうボロボロだもんね、誠くん。クラミネと別れる、何度も考えて望んできたことだ。うん、クラミネと別れて前のようなただのクラスメートに戻る。そしてもう二度と関わらない。もう二度と、え、誠くん、もしかして何か引っかかってるってこと？クラミネくんに対してね。ド M？ そういうわけじゃないよね。どんだけ優しいんだよ。俺が言うのもなんだけどよ、このままあいつと付き合ってくメリットなんだどこにもねえぜ。バカだしアホだし喧嘩っ早いし、おまけに暴力野郎だ。最低の事故物件だろうが。言いたい放題だ黒峰くんに対して。やっぱり青木さんしかいないよね。うん、だからこの選択肢で間違っていないね。グッドエンドトゥルーエンドいけると思うんですけどでもどうだろうね、青木さんでさえも誠くんに近づいたから、こうして黒峰くん、ひょっとして青木さんまでも手にかけるようなことが起こったら本当にもう絶望だけどね。うん、そんなことは起こらないと思うけど頼む。そんなことはないと言おうとして口をつぐむ。そんなことない？どこがだ、青木さんの言う通りじゃないか。でも黙り込んでしまった俺を見かねたのか、青木さんがため息まじりに声を上げる。まあグダグダ言っててもしゃあねえわな。とりあえずお前病院行けよ。肩そのまま放っとくとまずいだろ。うん、でも黒峰くんがいるかもしれないんだよ。でも
黒峰が。青木さんの言うことはもっともだけど、黒峰がまだ下にいる可能性がある。さっきは運よく逃げられたが、次もそうなるとは限らない。ああ、じゃあ夜まで待てるか。俺が連れてってやっからよ。青木さん青木先輩ものすごく優しいね。成人ですね。さすが救世主。迎えに来てくれるのかな。え、大丈夫かな。え、バイト終わってからだから8時くらいか。そんだけ時間過ぎてりゃ、さすがに黒峰もいなくなってんだろ。でもそんな遅くに病院なんて。うちの近くに夜間診療やってるとこがあんだよ。親は適当に言いくるめとけ。友達ん家に宿題のプリント忘れたとか、なんとか。いや、そんな、わざわざ悪いですよ。青木さんには何も関係ないのに。青木さんの申し出は正直とてもありがたい。気にしないようにしているものの、肩の痛みはどんどん強くなっていって、明らかに先ほどの出来事で傷が悪化している。この前産んでたもんね。それは危険だよね。しかし彼にそこまで迷惑をかけるわけにはいかない。んー、どっちだこれ、トゥルーバッド。でも BGM 的にめたいことを言ってしまいますが、 BGM 的になんとなくトゥルーに向かってる気もするんだよな。そもそも青木さんは完全に部外者だ。こうして話を聞いてもらっているだけでも、恩の字なのに。いや、ひょっとしたら今回の原因俺かもしんねえし。え？あ、この前黒峰くんに話したあれですか？いや、なんでも。とにかくお前は病院な。念のためお前ん家まで行くから住所教えろ。ほら、早く。若干聞き捨てならない言葉がそうだねあった気がしたが、青木さんの勢いに飲まれて、うやむやになってしまった。こういう青木さんのようなおせっかい男子大好きですね、面倒見よくてね、ちょっと口うるさいところがあるんですが、そこにまた燃えますよねいいな、青木さん結婚してくれ早口で告げた住所を正確に復唱して青木さんが電話を切る。ありがとうございます。本当に優しいね。くら替えしたら誠くん、黒峰くんからね、青木さんにくら替えしたら。聞こえるはずがないとは分かっているが、通話の切れた電話口に向かってそうつぶやくずにはいられなかった。どっち？青木さんの言った時間まで待ち、恐る恐るマンションの外に出る。冷たい夜風が頬を撫でた。青木さんはまだだろうか。え、待て待て、かられた。違うよね、嫌な予感しかしないけど、黒峰くんにやられたとかないよね。そう思ってると、あ、よかった、目当ての人物が姿を現す。さすがに黒峰くんは青木さんには手出さないと思うけど。よ、こんばんは。お、顔色悪いな。大丈夫か？大丈夫です。あの、わざわざすみません。気にすんなって、性分なんだよこういうの。あとほら、情けは人のためならずって言うだろ。幸せ貯金みてえな無事に合流できましたね。おどけたように肩をすくめる様子に緊張が緩む。やっぱりいい人だな、青木さん。初対面の時なんとなく嫌だと思ってしまって申し訳ない。結構グイグイ来られたもんね。あれ、そういえばなんで俺はこの人嫌だと思ったんだろう。じゃあとっとと行くか。ちょっと雨降りそうだしな。あ、はい。青木さんが先導するように、一歩前に出る。なあ、せっかくだし帰りに飯でもおごってやるから。俺の方を振り向きながらそう言って、その顔がん？ぐしゃりと潰れた？なんだなんだ？え、待って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 。何があったんだ思考がぐちゃぐちゃだ。待てよ。確か。まだちょっと頭が追いつかない。なんだぐしゃりって音は。青木さんが振り向いた。
帰り飯でも食わないか。その瞬間ぐさりと何かが潰れた。待てマジか、黒峰くんじゃない？先輩だろうが関係なしに潰しに来たんじゃない？文字通りね。え？どさりと重いものが落ちる音がする。ゆっくり下を見ると青木さんが地面に横たわっていた。え、やっぱり？青木さん？大丈夫？青木さんは答えない。起き上がることもない。指先だけが痙攣するかのようにわずかに動いている。青木さん、あの、じりじりと不安感が足元から這い上がってくる。マジかよ、さっきの幸せな BGM は嘘だったんだね。ついめたいことを言ってしまったと言ってしまったあの時の自分に言い聞かせたいな。これはバッドエンドの予感がすると。青木さんはまだ倒れたままだ。その横たわる体のすぐそばに誰かが立っている。誰か、いや、もう分かっている。そこにいるのは黒峰だ。おい、マジかよ、金属バットで殴ったってことか。頭をね、血がついてる。ちょっと待て、え、大丈夫？すいません、死人が出るとかないよねこのゲーム。大丈夫？青木さん倒れちゃったけど、どの程度の力で殴ったのか。金属バットを持って黒峰が闇の中に立っている。特徴的な青い髪、青いじゃない、赤い髪が夜の黒と溶け合って、黒峰がバットを青木さんの頭に振り下ろす。うわ、嫌な予感、当たっちゃったねこれ。もう誰であろうが誠くんに近づくものは排除するんだ。青木さんだろうがね。わあ、ごめん。ああ、まさかあんただったとはな。完全にノーマークだったぜ。黒いアスファルトが青木さんの頭の部分 だけその色を濃くしている。濃い部分はどんどん広がって青木さんの服が赤く染まっていく。うん、やっぱり逆効果だったのか、青木さんを呼ぶことは。赤い赤い、黒峰の髪よりずっと赤い。この赤は俺が他の虫にかまけてる間に水沢に近づいたのか。俺がどんだけこいつに惚れてるか、あんたには話したことあったよな。なのに青木さんを助けなければ、助けなければ、早く早く早く、あの赤を止めなければ。どうやって？目の前に立っている赤と、もはや名前を呼んであげられない、赤と青木さんね、はい、から溢れてくる赤を止めなければ、止めなければ、うん、どっちどっちも頭では分かっているのに体が動かない。指先まで凍りついてピクリともしない。青木さん、俺本当はずっとあんたに感謝してんですよ。石像のように立ちすくむ俺の目の前で黒峰がバットを振り上げる。え、追い打ち？俺みてえなクズの話聞いてくれて、バイト先まで紹介してもらって。それなのになぜ殺した？いや、まだ死んだとは限らないけど、でもこれは致命傷だよね、こんなに殴っといて。なんだかんだで面倒見いいっすもんね。からかってくんのは正直うぜえって思ってた。でもそういうのもなんつうか兄貴みてえで。青木さんの痙攣はいつの間にか止まっているじゃん。マジか、死人が出てしまったかもしれません。まさかの？このゲームその要素ないと思ってたけど、油断したな。そんなに親しかった先輩でさえも殺してしまうのか。黒峰くん恐ろしいです。本当にもう楓くんとどっちが怖い？みんなで考えてみましょうか。楓くんと黒峰くん、五分五分くらいだね。本当に首から上だけがぐちゃぐちゃになって、もう丸い形はしてなくて、出来損ないの人形みたいになっている。けど
俺のだ。俺の恋人なんだ。俺が恋人なんだ。俺が、俺だけが水沢のもんなんだ。てめえが入ってくる隙間なんじゃねえんだ。分かったか。分かったら返事ぐらいしろよ、青木。大好きすぎる。黒峰くん、誠くんのこと本当に好きなんだね。でもそれは分かったけど、やっぱり先輩にまで手を出すとは思っていなかったぞ。ね、てっきり私の頭の中では3人で合流して、青木さんが黒峰くんと誠くんをいい感じに引っつけてくれる、そのシナリオだったんですよ。でもやっぱり違ったんだね。誰にも止められないということでしょうか。誠くんにしか黒峰くんは止められないようですね。青木さんの頭と黒峰のバットがにちゃりと赤い糸でつながっている。これはでもいよいよ逮捕でしょう。何これ、石流のように割れた頭からは、白い何かがこぼれている。白い何か、ポツンと水滴が頭に落ちた。それを機にようやく俺の時間が動き出す。だけども全てが遅すぎた。黒峰、これはまずいね。バットが変形するくらいだもんね。これはもう助からないかもね。ちょっと申し訳ない。本当にまたしても選択肢を誤ってしまった。黒峰がゆっくりと近づいてくる。バットが持ち上げられる。赤い雫が滴っている。俺に意識があったのはそこまでで、あとはただ一面の赤。平和だった町の片隅で2つの事件が起きた。1つはニュースになり、もう1つは何の報道もされずに埋もれていった。道端に打ち捨てられた死体を見つけたのは、早朝散歩していた老人だった。あ、びっくりした。そうだよね、死体になってるんだよね。やっぱり殺されたんだ。死体の頭部は原形をとどめないほど激しく損傷していた。身分を証明できるものは持っておらず、身元が近くの大学に通う男性だと判明したのは発見から数ヶ月が経ってからだ。違う場所で殺された後で遺棄されたものだと思われるが、不幸にも前日の夜には雨が降っており、殺害現場の特定は困難だろう。財布を奪われていたこと などから警察は物取りの犯行とみて、調査を進めているが犯人の手がかりをつかめていない。そこまで、まさかね、感情に身を任せて殺害したと思われていたんですが、黒峰くん、かなり計画的な犯行だったようですね。これは黒峰くんの暴走そのままにね、事件はお蔵入りの可能性もありますね。私立の高校に通う男子生徒が行方不明になった。共に暮らしていた兄貴が深夜に帰宅するが、弟の姿はなく、捜索願を提出したものの足取りは依然として不明である。なんだこの明るい BGM は。黒峰くん、ちょっと勘弁してくださいよ。あ、そうか、さっきのは夢だったんだね。ちょっとどうしても現実から目をそらしたくなるね。フライパンを、待て、フライパン、何をしている、何をしているって、そりゃ料理してるだけだと思うんだけど、その肉は動物の肉か。それとも、いや考えたくないね。器用に、扱って肉と野菜を炒めていく。初めはぎこちなかったが、何度か繰り返すうちに様になってきた。中等部の時に家政婦を追い出して、以来棚の飾りだった調理器具たちは最近になって再び活動の機会を得た。まだまだ煮る煮る、何を焼くといった単純な調理でしかないが、そのうちもっと難しいものにも挑戦してみようと思っている。そんな風に考える日が来るだなんて、かつての黒峰には想像もできなかったことだ。明るくなった、前向きになった、時々笑うようになった。なぜだ、自分でも信じられない変化だと思っている。全ては水沢のおかげだ。愛しい人がそばにいる。あ、じゃあなんだろう、気を失わせて拉致したのかな。
ただそれだけで黒峰の心にはじんわりとしたあったかさが溢れてくる。ただやっぱり気になるのはその調理している内容だよね。本当に牛とか豚のね肉なのか、本当にあのなんだろう、最悪の結末を考えるとすれば今黒峰くんが調理しているその肉の本体は誠くんじゃない？大丈夫？声ちょっと裏返ったけど誠くんじゃないよね。材料に火が通ったところでコンロのスイッチを切り、フライパンの中身を皿に移す。野菜炒めの完成だ。野菜炒めというには肉の量が多めだが、育ち盛り食べ盛りの男子高校生にはこのくらいでちょうどいい。出来上がった料理を持って水沢の松、あ、よかった、最悪の結末は免れた。ちょっと考えすぎだったかな。部屋に向かう。今の水沢は自由に動くことができない。あ、捕まっちゃったからね。そのため、食事の準備などでどうしても一人にしてしまう時がある。だけど黒峰が顔を見せるといつも嬉しそうに笑ってくれる。うわ、これはもう洗脳完了してんじゃん絶望だな。その度に思う、自分はなんて幸せなんだろうと。水沢、悪い、遅くなった。部屋に入ると水沢がいつものように優しく微笑む。大丈夫、黒峰のことを考えてたから寂しくなかったよ。洗脳完了洗脳完了だな、冗談抜きに。え、ちょっとなんか上半身薄着じゃない？随分な薄着をしてらっしゃいますね誠くん、大丈夫？ストレートの言葉に頬が緩む。うん、どうやって誠くんを従えた？結局三沢と体をつなげることは一度もなかった。うん、それでいい、そんなのは必要ない。あ、割とね、変なところっていうか、なんかところどころ純粋な気持ちを持ってるよね、黒峰くんって。黒峰と水沢はもっと深いものでつながっているから。なんだ？テーブルの上、水沢の正面に皿を置き手を合わせる。いただきます。え、これトゥルーじゃないよねなんかん、どうしたんだ？野菜半生。ああ。でも肉はうまい。そっか。え？なんで誠くんちょっと赤くなってんだ？嫌な予感がするけど、ちょっと。わずかに、そうだよね、頬を染めて照れる水沢を、黒峰は愛しげに視線で撫でた。あっという間に野菜炒めを平らげていく黒峰を水沢はニコニコと見つめている。確かさっき黒峰くんは水沢くんは今誠くんは動けない状態にあると言ってたよね。あとどのくらいだ？うん、もうちょいだな。このペースなら多分1週間もない。そっか、楽しみだな。何がだ？ああ、俺もだ。もうすぐ水沢のすべては黒峰のものになる。やっぱりそうじゃん。怖すぎる。ヤンデレで暴力的でサイコパスで、ちょっとここでは言えないけど、いわゆるそういう、なんだろうね、人の人肉を食べてるってことだよね、これは。水沢は黒峰と一つになり、黒峰の中に溶けて黒峰を構成する一部になる。同一の存在になってしまえばもう離れることはない。永遠に誰よりもそばにいれられる。これが黒峰くんが行き着いた究極の考えか。水沢、ん？ずっと一緒だ。え？誠くんはひょっとしたらすでに亡くなっていて、それに何だろう、この状態になった誠くんに対して
ずっと黒峰くんは語りかけているというオチなのかな。うん、かさついた感触ですら愛おしい。ああ、なんて幸せな。バッドエンド、最後の晩餐。ごめんなさい、ちょっとかなり残酷な結末でした。絶句してます、本当に。ここまでとは、黒峰くんね。前回ちょっと伏線みたいになっちゃったね、あの動画のタイトル。ヤンデレに食われるというタイトルにしたと思うんですが、まさか泣きそうだ。まさか本当に物理的にこんなことになるとは。ちょっとこのままじゃ味気じゃなくて後味が悪いので、はい、ちょっとだけね、あのトゥルーエンドの方覗いてみましょう。はい、もうこっちです。こっちこっち。さっきのはもうなかったことにね、時を戻しといてよかったぜ。救急箱の中から市販の痛み止めを取り出す。兄貴が置いていてくれたスポーツドリンクで胃袋に流し込んだ。あ、これって食後に飲まないといけないんだっけ。あ、そうだね。よかった、まだ首は繋がっておりますか。ディオ君みたいになってないね、ブラックジョークを言ってる場合じゃない。首じゃない、もう薬が効いてくるまでにはまだ時間がかかるだろう。救急箱を片付けて、再びベッドに横になった。じくじくとした痛みを無視して仰向けのまま携帯をいじる。わかりやすい現実逃避だと自嘲の笑みがこぼれた。うん、本当は分かっている。いつかクルミネと向き合わなくてはいけない時が来る。でも俺にどうしろと言うんだ。うん、くそ、ダメだ。どうしても思考がクルミネにたどり着いてしまう。クルミネと付き合うようになってからずっとこうだ。うん、そうだね。気がつくと頭の中にはクルミネくんでいっぱい。あの赤がちらついて落ち着かない。さあ今度はどうするでしょうか。ふと昨日会った人物、あれ、また青木さんだよね。うん、この辺一緒ですね。アドレス帳を開く。青木啓太、ボタンを押す。あ、おそらく不在着信かな。呼び出し音が途切れると少しかすれた音声が聞こえてきた。もしもし、こちら人生相談窓口です。おるな。あれ、普通に出たね。青木さんですよね。水沢です。昨日の公演の。ツッコミなしかよ。スルースキル高えな。お、早速何かあったか。はい。まあ、何かあったどころの話ではないんですけど。青木さんと誠くん、さっきとんでもないことになってた。から。そうだから。時を戻しておきました、私が。何度も突っかえながら青木さんに黒峰とのことを説明した。つい先ほどの出来事に加えて、肩を噛まれたこと。うん、あのさあ、なんて言ってくるでしょう。さっきから青木さんはずっと黙ったままだ。男同士で付き合ってるなんてして気持ち悪いと思ったんだろうか。別れねえの。あれ、同じだね。あれ、さっき俺選択肢をした場所間違ってないよね。下押したよね。え、もともと好きでもなかったんだろ。おまけになんかやばい感じだし、俺なら速攻別れるね。まあそうですけど。そんなにあっさり別れ話ができるなら、俺は黒峰と付き合うことにはならなかったはずだ。痛い目に遭わされんのが怖いってんならもうとっくに痛い目見てんだろ。どうせ痛いならさっさと別れた方がマシじゃね。それは、クルミネと別れる。何度も考えて望んできたこと。うん、クルミネと別れて前のようなただのクラスメートに戻る。そしてもう二度と関わらない。もう二度と。俺が言うのもなんだけど、このままあいつと付き合ってくメリットなんだどこにもねえぜ。バカだしアホだし喧嘩っ早いし、おまけに暴力野郎だ。最低の事故物件だろうが。
そんなことはないと言おうとして口をつぐめ。そんなことない？どこがだ、青木さんの言う通りじゃないか。でも黙り込んでしまった俺を見かねたのか、青木さんがため息交じりに声を上げる。まあグダグダ言っててもしゃあねえわな。とりあえずお前病院行けよ。肩そのままほっとくとまずいだろ。いえ、病院は明日にします。なるほど、病院明日フラグ。ここで分岐しましたね。うん、ほっとしました。大丈夫なのか？これで青木さんも合流しないで済むでしょう。はい、そんなに痛くないし。これは本当だ。本当に？さっきめちゃくちゃ痛かったやん。完全に痛みが収まったわけではないが、あ、そうか、痛み止めだからだ。前回あの選択肢はあんまり変わらないと思ったけど違ったね、ごめんなさい。痛み止めが効いたのか、さっきまでに比べるとだいぶマシになっている。ならいいけどな。そんじゃさっきの話に戻すけど、あのバカとはさっさと別れろ。うん、その方いいよね。ぐっと息が詰まる。そうだ、別れればいい。それでもう関わらない。もう嫌か？あ、青木さん折れたかな。いや、別れんの嫌か？さっきのエンディング見といて、それにはまだ私は至れない。嫌なんだね。嫌なのか？俺、クラムネと別れたくない？なんで嫌なんだ？なんで？好きだからです。正気か？本気かよ！もう分かんなくなってきた。今回ほど分からない。パートはない。俺は、いつも不機嫌な顔してて、昼はパンばっか食べて、意外とベタなことを やりたがって、関係がバレないように気をつけてくれて、確かにね。でもちょっとさっきの衝撃からすればね、うん、まだまだ。雑貨屋で働いてて、そこの先輩には頭が上がらなくて、うん、本当はね。怖くて不器用で、思ってたよりずっと優しくて。俺はそんな黒峰がもうかなり複雑だけど。黒峰が好きなんです。頬が熱い、喉が詰まる。顎を使ってこぼれた涙がシーツに染みを作った。好きだ好きだ好きだ。なんか展開的にはバッドエンドの方が成り行き的に自然かもしれませんね。いつから好きだったのか、なんで好きになったのか、よくわからない。心の水がほんの少しずつ温かくなっていって、知らないうちに火傷するくらい熱くなっていって、鈍い俺は今までそんなことにも気づかずにいた。痛いことをされた、ひどいことされた、うん、でもそれでも俺は黒峰を嫌いになれなかった。だって好きだったんだ、もうとっくに好きになっていたんだ。そうか。青木さんが思いのほか優しい声を出すから、ますます涙が溢れてくる。鼻水も出るし、もう顔面ぐちゃぐちゃだ。で、これからどうするんだ？俺が落ち着くまでたっぷりと待ってから、青木さんが静かにそう切り出した。優しいね。どうって？お前の気持ちはともかくとして、黒峰の様子がおかしくなってんのは確かだからな。放っちゃおけねえだろ。はい、俺も何とかしなきゃとは思います。でもその方法がわからない。そもそも原因も不明なんだから、方法以外の問題だ。そうだよね。断片的な情報だけが頭の中をぐるぐる回る。回るばかりで一向に重ならない。右手を離せ。ん？なんだろう？右手を離せ。意味がわからないね。はい、ちょっとわからないままなんですが、うん、ちょっと今回かなり来てます。
私の心に何かが刺さっております。バッドエンド、かなり残酷な結末でしたね。はい、ということで、次回は必ずトゥルーエンドに2人を導きましょう。はい、ということで今回時間もいいところですので、この辺りで以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。